双子お姉さまが初太で、私がお姉さん保健医のお姉初太まで、3321アクト。あ、先生いますか。はい、待ってたわよ。ほらそこ座って。え、あ、ただ怪我しただけなんだけど。あら、怪我しちゃったの？どこ怪我しちゃった？よく見して。でも怪我したって言っても、うん、その、うん、足の付け根だからズボン脱がないと見せられないんだよ。足の付け根なんだ。大丈夫？痛い？痛いけど、うん、自分で手当てとかするから先生はどっか行っててよ。ダメ、チョコは保健医だから、ちゃんと歌子くんのこと見てあげるね。怪我して痛いよね。自分でつくと脱ぐと当たっちゃうから、チョコが脱がしてあげるね。え、先生やめてよ、恥ずかしいよ。大丈夫よ、先生慣れてるから。ほらちょっと腰浮かして。カチャカチャ、ちょっとカチャカチャ。先生、うん、何？もう僕子供じゃないし。顔隠してかわいい。大丈夫よ、こうして。痛かったら言ってね。おいしょっと。はい、脱げたね。それじゃあ消毒しよっか。結構、あ、これパンツも当たっちゃってるんじゃないの？大丈夫？どうする？パンツは当たってないから大丈夫だって。なんでこんな保健室でパンツ一丁にならなきゃいけないんだよ。恥ずかしいならベッドに行く？そこならカーテンもあるし、もし誰かが入ってっても見られなくて済むよ。どうする？そっちの方が恥ずかしいからこっちでいい。いいの？ここで。先生に見られるのも恥ずかしいから。しょうがないな。じゃあ目つむってていいよ。そしたらチョコに見られてるって感覚ないでしょ。チョコがちゃんと手当てしてあげるから。うん、じゃあ先生あんまり見ないでよ、うん、恥ずかしいから。大丈夫。じゃあほら目つむって。うん、うん。それじゃあちょっとずつ消毒してくから、痛かったら言ってね。わかった。それじゃあちょっとめくるね。え、おいしょ。ってばそんなところまで。ちょっと。だってパンツ汚れちゃうでしょ。いいよ、パンツはずらさないで。ダメ、動いたら本当に見えちゃうよ。まあチョコは見えてもいいけどね。恥ずかしいってば。早く終わらせて。じゃあじゃん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 。痛い？もうちょっと強めに消毒してもいいかな。痛くはないけど。それじゃあちょっとグリグリするね。グリ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 。先生もういいから、まあ、早くズボンを履かせて。しょうがないな、こうやってガーゼではめてと。ペタ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 。よく頑張ったね、えらいえらい。じゃあチョコが痛くないようにおまじないかけてあげるね。おまじない？うん、こうやって傷口の近くをね、刺す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 。そんな触んないでよ。ん？大丈夫、ちゃんと痛いところには触ってないでしょ。痛くはないけど、うん、恥ずかしいんだって。大丈夫、チョコは気持ちいいことしかしないから、ちょっとでも痛みが和らげればいいなって思って。気持ちいいから困ってるんだよ。かわいい。もう目開けていいかな。え、もう当てちゃうの？まあでもいいよ。これ以上ここにいたらちょっともう
変な気持ちになっちゃいそうだから、俺帰るね。え、待って、まだ履いてないよ。あ、ズボン返してよ。ダメ、チョコが履かしてあげるから。片足上げて。そこぐらい自分でできるってば。ダメだって、ほら早く。うん、おいしょっと。はい、じゃあもう片足も上げて。はい。よいしょ、これでいいかな。大丈夫？もう大丈夫だから。じゃあ先生ありがとう。もう行っちゃうの？久しぶりに会えたからもうちょっと話してたいなって思ったのに。でも友達待たせてるから。あの、でも先生、また保健室来てもいいかな？もちろん、君だったらいつでもいいよ。また来てね。じゃあ怪我してなくても来てもいい？もちろん。ねえ、最後にさ。うん。こっちおいで。え、何するの？ぎゅー。じゃ、先生。うん？恥ずかしいよ。顔に何か当たってる。ほら、動かないで。次会う時までの充電させて。よーし、よーし。ダメだって。よーし、よーし。顔、うずめないでよ。足りないかも。また待ってるから、絶対来てね。うん、絶対来るから。先生も、俺以外の生徒に、こんなことしたらダメだからね。わかった。歌子くん以外には絶対しないから安心して。うん、わかった。うん、じゃあ気をつけて帰ってね。はい、ということで、いいなこれ、いいなこれ、新しい扉開いた、もしかして。新しいプレイだこれ。自分が俺がショタだ、しかもそれでこんなセクシーな綺麗なお姉さんにこんなサービスしてもらって、え、なんかこれはいいな。いや、新しい扉開いちゃいましたね、歌子様。開いちゃいました。しかもチョコ先生がめちゃくちゃサービス精神旺盛でめっちゃルールしてくれるやん。いや、めっちゃ乗ってってくれたからすごい助かれと思ってやってたけど、もうね、なんか外になりきってた、本当に。外になりきってめちゃくちゃ興奮してました私。あら、嬉しい。すごい包容力。いやー、でもチョコもめちゃめちゃ今楽しかったわ。本当にもうオネショタいけますか？バリバリいけるタイプですね。そうじゃなかったらこんなことできないよな。おもろいな。なんか、うん、もうすごい興奮しましたわ。あの欲求不満度ね、さっき 15% だったのが今、でも 50% ぐらいになったわ。あ、上がってる上がってる。めっちゃあの解放されました。満足度が高まりましてね。え、嬉しい。いや、ありがとうございました。なんかあのすごいね、癒されました今日。いや、チョコもめちゃめちゃ楽しかった。楽しかったです。いや、よかったよかった。